はい、はいはい、はい、先生、はい、どうもどうも、はい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 、こんにちは、こんにちは、こんにちは。なんでこうなるんですかね。逆になっちゃった。なんかもうこれが、まあでもしょうがないですよね。ね、これはコロナですからね。はい。うん、実はね、はい、これがね、教室なんですよ。はい。ね、実はね、わー、素敵な赤。フェラーリの色なんね。画面がこういうところに映るわけですね。はい。そしてこちらにね、150人ぐらい学生がね、講義を聞けるような。へえ、素敵ですね。あ、本当だ。ここで、あ、ここのカメラに映ってますよね。あの、アメリカのね、あの学校って必ず自分のことをこう紹介する授業があるんですよ。ああ、はいはい。で、その時にあのビデオ撮ってくるんです、学校が。それで自分がどういう人なのか、例えば自分のことを説明するっていう。だからそれをね、みんなと見るんですけど、そういう授業って日本ってないんですよね、あんまり。ないですね。先生、おやりになったらどうですか。それじゃあちょっと下へ行って、はい、ね、お話しましょう。はい、はい、どうぞ。少しあのソーシャルディスタンスですね。そうそうはい、それではですね、改めてご紹介をさせていただきたいと思います。あのニューヨークでね、あの実はニューヨークの女っていうね、 YouTube をおやりになっておられる青木恵子さんなんですね。まあご主人がおられたんですけど、ご主人がね、ロッキー青木さんという方で、向こうでですね、ステーキハウスをね、経営されてた方なんですけど、現在、奥様がですね、その後引き継いでおやりになってますということで言っていいんですか。はい、はい、あの、はい、奥様です。基本的にはあのウィドウという、ウィドウという未亡人、はいはいはい、どうですか、未亡人未亡人として、はいはい、はい、という未亡人でございます。はい、未亡人じゃないですよ、あの未亡人です、はい、すみません。105歳で亡くなられたね、ドクターがおられるんですけどね、このドクターがあの必ずニューヨークに行くとですね、恵子さんのねお宅に泊まっておられたっていうんでね、僕も行ってみたんですよ。いや、びっくりしましたね。ちゃんとね、先生がお泊まりになったお部屋っていうのがありましてね、そこも拝見してきました。お仕事をしてたんですよ、日野原先生と。で、日野原先生はね、後から出てくる役目で僕はね前座をやるんですね、というあの流れがあって、先生とはそういうお付き合いをしているところで、実はあの恵子さんとかご主人様とねお目にかかったのが最初なんですね。アメリカはあのこうあのハグをするっていう、先生のお言葉だとやはりあの触れ合うってことは非常に大切らしいですよね。オキシトシンというね、はい、脳下垂体からねあの幸せホルモンっていうのが出るんですね。はいはい、それでね、ハグした方が絶対いいんですよ。子供もね、うんうん、やっぱりこう お母さんに抱かれて育った子供と、あの全然もう抱かれないで育った子供の愛情のね深さが違うとかっていう話がありますから、ハグして育てたり、おっぱい、お乳をね、人間のお乳をちゃんと与えた子供さんっていうのはね、そのハグと同じでね、全部オキシトシンを飲むのね、子供が。そうするとお母さんを好きになるんですよ。お母さんは自分がお乳を出すんだけど、脳下垂体からそれが体中に回るから、今度は子供を好きになる。そう相愛になるの。実は今あの北海道から帰ってこられた、小樽から。それでね、小樽から電話あったんですよ。あなた今小樽にいるのよところでね、あのお土産買っていくから何がいいのってかかってきたんで、そしたらね、シャコってわかります？シャコ、あのエビさんの格好してるやつね。あれがね、実は小樽っていうのはすごく有名でね、割と大きいんですよ、大型なんですよね。で、これをね、送るからって言って電話がありましてね。あのシャコっていうのはお寿司屋さんでしか見たことなかったので、で、アメリカにはシャコはないんですね。あのお寿司屋さんたくさんありますけど、シャコを出してるところはないんですけど。あ、でも日本って ね、あのすごくいいところがたくさんあるというふうに本当に思いました。私あのアメリカに行ってもう30年になるので、日本を知るよりも海外を知る方が長くなってしまって、日本の国をあの
旅することって本当になかったんですけど、もう今の日本の方たちはぜひ国内を旅行なさられるべきだと思いますね。盛んにね、慶吾さん言われるんですよ。確かにね、我々ね、考えてみたらね、そんなにね、日本国内を動かずに外国行ってんだよね、こちら。だからこれからはね、国内をね、少し皆さんね、探求して歩いたらね、非常に面白いね、出会いが出てくるんじゃないかなというふうに思いますよ。本当に素晴らしかったです。まあ、いろんな国に行きましたけども、北海道の自然と、それから食べ物と、うん、空気と、本当日本は素晴らしいところがあるので、ぜひ皆さん行っていただきたいと思います。行ってください。お願いします。